ヒップアブダクションの使い方、重りを調整してシートに座ります。膝がバットの中央に当たるように座ってください。シート横のハンドルを持って姿勢を安定させます。膝でカットをしながら両足を開きます。足を開き切ったポジションで動きを止めて、お尻の筋肉を使えているか確かめながら行います。背中を丸めないように軽く胸を張って行います。お尻の筋肉から力が抜けないよう、足は閉じ切らないようにします。できる限り広く足を開いて動作を大きく行いましょう。足を乗せているバーを押してしまうと、お尻に負荷が入らないので注意してください。